こんばんは、ジェイドサトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、今日の絵はこちらです。やっとまっすぐですね。数字書いていきましょう、忘れやんように。準備ができていなかったですね。はい、71回目のはず。どっかで大きく修正する可能性はあります。ではトレースからやっていきます。やっと真正面。多分っていうか、ちょっと数えてはないんですけど、90ぐらいまでも素材は作ってるんです。このサイズうんくんぬんはあるんですけど、ちょっと順番変えた方がええんかなって思い出しました。真正面がね、その一番最後に来るんですよ、どうしても。そのままやっちゃうと。で、それって学ぶスタンスとしてはあまり良くないのかなと。まあもちろんどんなパートでも書けないとダメなんですけど、まずは正面でしょうとか、その基本的な、この画流でやってる人間が何を言うてんねんっていうところなんですけど、基本的なところを落として、やるよりかは、まずその真正面を書いて、そっからこう、なんていうんですかね、上下かな、この場合は。上下の全然書いてないわ。上下のこうアングルを書いていく方がいいのかなと思ったり、なんかこういったところってすごい自分の中でね、最近ポイントなんですよね。この型をこう書くのは分かるじゃないですか。ここをこう書くか、こっち向いて書くかによってすごく印象が変わるということに最近気づきました。いきましょう。なんかそのここですよね、筋肉がこうなってて、でこう出てる感じ、分かんないですよね。全く伝わんないと思います。自分で言うてて、ああ伝われへんなこれはって思いました。じゃあやっていきましょうか。5分ですね。はい。このバランスがね、相変わらず取れないっていうのが辛いところですね。多分低いな。なんかね、もうマンネリ化というか、あ、ちょっと前、前回の動画かなんかで言ったと思うんですけど、コメントが欲しい。なぜ動画をアップしてるか、もちろん何回も言ってるんですけど、絵を上手くなりたいっていう動機があるんですけど、これを毎日続けるのって結構大変なんですよ、メンタル的にね。作業的には大して大変じゃないんですよ、正直。ただこういった作業って、この上達をするしていこうという作業に関しては両方必要かなと自分では思ってまして、両方とは何かというと、褒めとけなしですよね。飴とムチとでも言いましょうか。褒められつつ、
けど指摘もされるみたいな、なんかあ上手ですねって、いや 上手ですね、上達しましたねって言われるのと同じぐらいじゃなくてもいいな、91でもいいかな、9指導、まあまあできれば指導です、罵倒とかそういう荒らし的なんじゃなくて、荒らされることもないですからね、あ、なんか違うぞ、荒らされることもないですからね、こんだけチャンネル登録者が少ない、チャンネル登録者が厳密に言いますね、いないと、荒らされたりするとね、荒らされたことがないんで何とも言えないですけど、きっと嫌なんでしょうとしか言いようがないんですけど、何もないというの方が結構辛い、できれば褒めていただきたいし、もうちょっとこうするといいですよっていうアドバイスが欲しい、だからそれもない、結構しんどいですね、なのでまあもちろんね、再生回数とかあんま気にしてないんでね、たまに見ますけど、また気にしてないわけではないですよ、あれなんですけど、やっぱなここが下手やな、こんな、もっと上の段階で切れるんかな、こういう感じで、まっすぐ伸びるのか、何の話してましたっけね、あ、そう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 、再生回数もそらあるに、あ、何回も見てくれてるなっていうモチベーションにはなるんですけど、それ以上にコメントが欲しい、チャンネル登録者も、あ、こんだけ登録して定期的に待っていただいてる、動画を楽しみにしていただいてる方がいてるんだなっていう指標にもなるんですけど、それよりかはコメントが欲しい、もうコメントに飢えてるっていうのはこれでよく伝わったと思います、見ていただいた方コメントをください、まあテロップとかね入れてもっと、お、5分早っ、テロップとかを入れてね、もっとやりゃ変わってくるのかもしれないんですけど、まあそんなこともしてないんでね、あー今回は全然進まんかったな、喋りすぎたのが原因かな、多分そうでしょうね、ここまで遅くはなかったはずなんで気ぃつけないとね、もう今8分30秒ぐらい喋ってるんですけど、あんまり喋りすぎると音声が出せなくなるんで携帯から、今回はだいぶ下手っぴですね、あー太いな、やっぱり太いな、この胴回りをなんとかしたいですね、はい、ぜひぜひコメントをどんどん書いてください、はい、今日の動画はここまでです、最後までご視聴いただきありがとうございます、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします、使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます、ではまた次の動画でお会いしましょう、さようなら。